り。いや、今トレーニング前なんですけど、寝坊して朝飯食わないで来て、トレーニング前に朝飯何買ってんのかなって、アスリートがコンビニで練習前何食べてるのか動画回しました。今リンゴ一緒に食べてるの。そう、リンゴ。ずうずうしくジムで食事してます。トレーニング前に。はい、どこで買った？ミニストップ。ミニストップ。じゃあちょっと商品紹介して、はい、抜き打ちトレーニング前。さつまいもスティック。本当はね、甘栗を探してたんだけどね、甘栗がなくてね、さつまいもでいいかと思って、さつまいも食物繊維とカリウム入ってるし、糖質だから。直前に食うもんじゃないでしょ、本当だったらな。まあ2時間前とか、あの固形物は1時間前に入れちゃダメっていうね。まあ今直前ですけど、朝苦手なんだよね。他は？バナナ。バナナ万能品。バナナはもう万能。あとプロテイン。プロテイン2個ね。つえー、2個。だって朝とあとは練習終わった後でしょ。これただうちが今お菓子で食べたかったオクラスティック。これ別に練習前に食べるやつじゃないでしょ。そう、今お菓子。それ全部ミニストップ？全部ミニストップ。やっぱね、今日でも一応日曜日でお休みの日なんだよね。休みの日だからさ、こんな感じ。いつもこんな感じかな。わかんない。果物はね、酵素が含まれてるから皮からこのまま食べるのがいい。今朝ごはんあんまり食べれなくて、食べれるんだけど眠さがかっちゃうみたいな、みんな食が細いから朝ごはん食べれないとか言うじゃないですか、言うじゃん、いろんな人。うちはそうじゃなくて、食べれるんだけど眠さがかっちゃって、より長い睡眠をとるっていうのを優先しちゃうんだよね、でちゃちゃっと食べて、ちゃちゃっとその栄養補給できていけるっていうので、もう本当に寝坊とかして、究極の時はもうバナナとプロテインだけでいったりする。タンパク質と、ね、糖質が取れちゃうからね、完璧。うちの中ではね、合ってるか知らないけど。ただ本当に望まれた朝ごはんだったら、ちゃんとご飯と鮭と味噌汁と、あともう一個副菜とヨーグルトまでが必要なんだけど、そういう知識もたくさん持ってる。朝ごはんに鮭を食べた方がセロトニン の上がりもいいし、なんかセロトニンっていうのは幸せホルモンなんだけど、そういう知識もたくさん知ってるけど、眠さが増して実践できない時の方が多々ある。じゃあこれがリアルフードってことね。実践できる。そう、なんかズボラ女子、ズボラアスリートでもできる食みたいな。本当にでもフルーツはいいんだよ、酵素がいっぱい入ってるから。それで値段どんぐらい？1000円ぐらい。お、結構すんな。だってプロテイン2個でしょ。さつまいもスティック高かった。200ちょっとしてたよ。そっか、リンゴ1個コンビニで買ったら200〜300円するの。そう、200円ぐらいする。果物はコンビニで買うと高い。だからね、いつもスーパーで買って家に置いてあるよ。有機栽培の柔らか干し芋スティックタイプ。うまい？うん、おいしい。どれぐらい取るとか決めてんの、数字で？え、決めてない。まあ、適当。減量ないからさ、うち。1日何食ぐらい食ってる？今はね、朝トレーニング中にゼリーとか飲むの。ご飯？トレーニング中でしょ。お昼でしょ。空手前でしょ。空手中でしょ。夜か、6ぐらい。まあちょこちょこね。ちょこちょこ。確かに間食食ってるイメージだ。いっぱい。ナッツとかなんか今の時食っても。ナッツ食べてる。最近ね、チョコレート離れするためにね。なんかさ、よくさ、インスタとかでさ、なんか甘いの食べたい人はさ、何不足みたいに出てくるじゃん。ああいうの好きでさ、
ね、チョコ食べたいなと思ったら、あ、うちは今ビタミン E が足りないからナッツを食べなければいけないなみたいな、食べると本当にねチョコ離れできたの。だからね、インスタとかでは結構 お菓子っていうかデザートめっちゃ食べてるイメージじゃん、載せてるの、まあ、今過去の写真もあるんだけどさ、でも あれは土日、日曜日のお休みの日しか食べてないんだけど、久しぶりなんかサプラペインとかでもチョコレート味とか全然あるじゃん、うん、だから全然いけちゃうんだけどさ、最近そうチョコ離れとかね、お菓子離れができてる気がする。しょっぱいものが食べたい時はなんかわかめとか、とかなんかそういうなんかね絵で描いてあるからね。しょっぱいもんでわかめなの？海藻系？なんだっけ、カリウム、あ、マグネシウム、マグネシウムが足りないの、うん、マグネシウムが足りないとか書いてあって、だからさ、なんかよく氷噛んでる人はさ、欲求不満だとかさ、なんかあるじゃん、欲求不満じゃなくてあれ、酸化炭素の血鉄欠乏症みたいな、うん、で欲求不満なんて言う？言ってたよ、なんか、うん、なんか空手の人たち言ってた。でうちはね、欠乏症なの聞くけど、ね、でもうち鉄欠乏症ってね言われてるけどね、別に氷噛みたいと思う、あんまり冷たいもの好きじゃないから。やっぱ抜き打ちすぎて目が死んでるね、うん、寝起きだから、うん、丸い顔どう、うん、でもね、トレーニング前だからね、気合い入れてこいよ。何朝のんびりしてんだよ遅刻してくんだよすいませんだろでも元気出てきた、さすが、さすが謝らないでも元気出てきた、糖質取って、うん、今日はじゃあ抜き打ちアスリートの食事チェックミニストップ編、うん、今後ももしかしたら回すかもしれないから、またじゃあ今度はねローソン編とかなんかセブン編とか、ね、ローソン好きできたらいいね、うん、取っていきましょう。